中高生は昼間に行動し夜間は休む動物の性質のこと。中高生ではない動物は夜間に行動する夜行性、もしくは明け方や白暮に行動する白明白暮性に分けられる。多数の哺乳類、昆虫類、鳥類を含む多くの動物が中高生である。中高生のパターンは多くは外実リズムによって内部的にコントロールされる。しかし、 いくつかの動物、特に昆虫では環境による外的要因が行動をコントロールする。例えば、狼や山猫に由来する犬や猫のように、いくつかの野行性動物や白明白母性動物はペットとして家畜化され、そして人間の生活サイクルに合うように中高生動物へ変えられたものもある。しかし、これら家畜化された動物が、もし野生下で生まれた場合、 それらの種固有の行動をすることがあるだろう。植物も、また、昆虫のような最も効率的な倉庫な者が植物を訪れる時間帯に影響されるが、中高生もしくは夜行性となる。植物種としての繁殖と存続期間を確実なものとするために、様々な倉庫な者が効率よく、皮脂植物の花を訪れるよう、植物の生物季節を合わせるのである。このように、 昆虫の夜行性や中高性の種は植物の夜行性や中高性に影響することがある。ただし例外として開花のサイクルを調節する事例もある。ありがとうございます。